皆さん、こんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。今回は、バスドラの、ダブルというようなことで、動画レッスンを配信してきたいと思います。バスドラのダブル、2発打ちですね。2発打ちは、やり方としては、何種類かあります。まず一つ目は、スライド奏法といって、足を滑らせていただく奏法ですね。で、次は、ヒール&トーといって、かかとから降りて、つま先で、着地する。ヒール&トーという奏法ですね。で、次に、つま先から降りて、かかとで着地する、トー&ヒールというやり方ですね。で、今回ご紹介するのは、かかとから着地して、つま先で降りる。ヒール&トーという2発打ちのやり方です。これの、体の動かし方としては、前回、バスドラムの踏み方ということで、ジャンプするように足を上げて下ろすという。やり方のご説明をさせていただいたと思うんですけど、基本的にはこの打ち方と全く同じですね。一発打ちの場合は、このつま先の方で着地をするような、ですね。上がる感覚と、降りる感覚というのは同じですね。二発打ちの場合っていうのは、このあたりですね。このあたりをちょっと意識して着地をします。一発打ちの場合は、つま先の方ですね。二発打ちの場合は、ちょっとかかとより、ちょっと手前というか、土踏まずあたりですかね。で、着地をして、まずはまあこのプレートを、一発打ちの時に軽くこう蹴るような感じですね。で、その時に、ビーターが跳ね返ってきてる。このビーターですね。ビーターが跳ね返ってきてる感じを、つま先の方で打ちます。で、まずは、動きとしては、もう足を上げるジャンプする感覚は一緒で、かかとから、こう降りる感じですね。これはもうペダルなしでも練習できます。この動きのまま、ペダルに乗せてやるとできるはずです。このままの動きのまま、ペダルに乗せてやってみてください。この時に、ちょっとね、この辺ぐらいに、引っかかる感覚っていうのがあると思うんですけど、それが感じれたら、バッチリですね。で、この時に注意するのが、割とこう、足を上げっぱなしでこの動きをやろうとしてしまうと、なかなかこう、うまくいかないですね。よし、もう上げて下ろす。ぴょんと上がって、かかとで着地して、つま先でこう戻ってくるという、動作をもう一気にやってしまいます。というような感じです。8ビートに応用してみましょう。というような感じです。ぜひこのまあジャンプしてかかとからこう降りるという感覚、これをぜひ試してみてください。こんな感じで今日のレッスンは終わりにしたいと思います。さよなら。